その体つき、風格、何よりその活かしたサングラス。最高にビビッときた。どうだ、うちに来てプロレス界に風を起こさないか。夜逃げしたかと思えば、プロレス団体の社長とは。オタクも飽きないね。今の職場が気に入ってるんでね、他を渡ってくれよ。ぶちかましてこんかい。つまり俺が連絡先を隠すのは自己防衛だ。未だにメアドなどというインターネット老人に原始人扱いされる言われはない。